この度、僕たちブザーは2022年7月31日のトヨスピット5周年ライブをもちまして解散する運びとなりました。解散に至った理由としましては、2021年5月にメンバーのハウから家業を継ぎ芸能界を引退しなくてはならないという申し出がありました。それを機に6人でブザーを継続していくかなど、おのおの将来を考え話し合いを重ねた結果、解散という結論に至りました。なんか自分がブザーめちゃくちゃ好きなんで、ブザーの6人自分含めて7人すごい大好きで、ずっとやっていきたかったなって。このブザーの活動がすごい自分の中の人生の中で一番幸せな時間でした。結構自分閉じこもりがちで、あまり人に心を開かないタイプなんですけど、お兄さんたちが自分に足をかけてくれて、その橋を渡れたなって思ってます。もう解散の話になった時は、率直にもう信じられなかったし、他人事って思ってたことが自分たちの話になって、やっぱ受け止めきれなかったし、目標としてファンの前で武道館や東京ドームを目指すって言ってたんで、そこにみんなで一緒に行けなかったのが、心残りっていうか、まあ悔しい気持ちではありますね。でも約5年こうやって活動させてもらって、いろんなステージに立たせてもらって、目標にはたどり着けなかったけど、まあ綺麗事になっちゃうけど、十分すぎる景色は見せてもらいました。いつかは別れっていうものが来るものだけど、でもやっぱりこういう報告をすることになってしまったのは申し訳ないって思うし、いつの間にか自分が みんなに力をもらってて、本当に応援してくれた人とか支えてくれた人には全員に感謝してます。まあ率直な気持ちは嫌だっていう、もうそういうシンプルにそういう気持ちでした。やっぱりどっか心の中でこういうグループでやることっていうのは、いずれ終わりが来るっていうのは分かってはいて、で、まあ、一番美しい引き際が7人で終わるっていう結末だっていうことも分かってはいたんですけど、でもやっぱり嫌だっていう気持ちが先行しちゃって、ブザーで活動してて、すごい周りの人たちが好きだったんですよね。それでやってこれてて、
で、ブザーやってなかったら僕は多分音楽を続けていられなかったので、そういう意味でもすごい思い入れがあって、でも終わりは来るものなので仕方ないことも分かってるんですけど、こういう結果になってしまって、やっぱり自分がステージでパフォーマンスしている姿を好きって言ってくれるファンのみんなとかにもごめんっていう気持ちがあるし、なんかもっともっといいもの見せれたんじゃないかとか、こういう形でブザーとしては幕を閉じるのが一番ふさわしいんじゃないかなっていうところに落ち着いたって感じですね。来てしまったなっていう感じではありますね。なんかまあ永遠に続くものはないみたいなことをちょっと MC で言ったことがあるんですけど、来てしまったなっていう感じですね。もともとブザーはなんかこう7人で一つのブザーとして、この一人が欠けたらこのブザーとしての活動が終わるっていうのもこう当初からみんなと話し合ってたから、なんかこういろいろ続けるっていう話があったんですけど、僕多分このままハウが抜けてこのまま行っても多分自分もなんかその次に来るの多分自分なんじゃないかなとかも考えたり、まあ、コロナの影響で、まあ、ブザーの活動が一回ストップしてしまったっていうのが一番悔しいなっていう、そのタイミングがドンピシャでこう桜エビデンスっていう僕たちのデビュー曲でもあり思い出のある曲をこう引っさげてこれから頑張っていくぞっていうタイミングでこう活動が一回止まってしまったっていうのがすごい悔しいです。もう戻れるなら一番そこに戻りたい気持ちです。僕にとってのこの芸能生活っていうのがこのブザーが初めてで多分最後になるので、ついてきてくれてありがとうっていう気持ちが一番ですかね。まあ、まず最初に思ったのはなんで解散しなきゃいけないんだろう、正直に素直に思いました。もう家族に近い存在なのに解散しないといけないんだって、なんかあれってみんなで話してた武道館は東京ドームはなんでそれ行く前に解散しちゃうのとか正直本当に思ったんですけど、芸能界ってやっぱり遊びじゃなくて、本当に厳しい話、上に行けなかったらいつかは人生の決断をそれぞれしないといけない時が来ると思いますし、今楽しければ
いいやっていう、そんな気持ちでブザー最初の頃やってましたけど、もう今は楽しければそれでいいんだっていう気持ちでやってちゃダメなんだなってすごい痛感しました。うん、やりてーブサ本当に解散するっていうのが夢のような話でずっと続いていくんじゃないかな、そんな気持ちでブザーをやってたから、いつか終わりは来るだろうな、それが今来たかっていう、みんなに最後の時まで全力で応援をしていただきたいので、うん、ブザーのラップ担当のゆうやは最後までブザーのラップ担当のゆうやであり続けたいと思います。まあ7人じゃなかったら解散しようっていう話は本当に結成した時にみんなで話をして決めてたものもあるし、僕的には、まあ、メンバー全員と話した時に、まあ、最初から決めてた部分もあったので、なんか否定はしなかったです。その解散することに対してちょっと待ってよっていうことではなくて、まあ、みんなはどうなのっていう部分と、まあ、僕がブザーを集めたっていう身でもあるので、なんか一回みんなの話も聞いてみたいし、まあ、僕の意見もあるから聞いてみようかなっていう話で、まあ、いろいろ話した結果こういう解散っていう話につながったって感じですかね。まあ、ハウに対してっていうのはなんか別に解散がハウのせいではなくて、多分ハウじゃなかったら誰か言ってたと思うし、なんかきっかけに過ぎないというか、まあ、誰のせいでもないし、まあ、その5年間っていうものに対しては本当に貴重な5年間だったし、すごい短い、まあ、長いようで短い時間だったなと思ってます。めちゃめちゃ本当に僕をアーティストにしてくれたのは間違いなくブザーだと思って、まあ、ブザーと今応援してくれてる、まあ、応援してくれてた皆さんもそうですけど、本当に皆さんのおかげで、まあ、僕はここまで、アーティストという活動をすることができました。本当にありがとうございます。なんかその、まあ、僕たちは本当にこうなんだろうな、こう関係者しかりいろんな人からしたらすごいうまくいってるように見えてることも多かったと思うんですけど、それ以上にやっぱりメンバー同士がぶつかることも多々あったし、仲いいからこそ、まあ、ぶつかることが多かったグループだと思うので、まあでもまだまだ終わりはまだ先なので、まあこの間に、まあ、やりたいことを、まあ、みんなで話し合いながらやれたらいいなって思ってるところですかね。うん、なんか自分のもう生きる糧というかっていうものの一つが、まあ、終わりを迎えるんだなっていう気持ちですね。うん、5年間のブザーの中で一度もそういうタイミングがなかったかというと、やっぱ何回もやめたいなとかしんどいなっていう気持ちはたびたびあったなっていうのがあって、でもそれでもなんとかやってこれたなっていうのと、やっぱ全てのことをメンバーで話し合って全部決めてきたし、グループ名一つ作るのも事務所に入るのも事務所を辞めるのもメジャーデビューするのも解散するのも全部メンバー7人だけで話して決めてきたことが多いので、ブザーのやり方というか
7人じゃなきゃいけないっていう意志が強かったから、一人でも辞めるメンバーがいるのであれば、やっぱり俺的には解散が一番ベストなんじゃないかなと思ってます。ブザーは活動当初、例えばパフォーマンスとかライブ中の煽りとか MC とかもグダグダで、一つずつその数を重ねて成長していったグループだなと思ってて、順調にいってる感じはあったんですけど、やっぱりうまくいかなかったこととか、事務所を辞める時も事務所を辞めるのか解散するのかっていう二択がやっぱりあったし、でも最後に自分たちのやりたいそのエンターテインメントとして一番実現できるのは、自分たちで会社を持って自分たちの伝えたいこととかやりたい思いとかを発信していくのが一番いいんじゃないかなっていう気持ちで、この1年半くらいはやってきたかなと思います。なんかもう芸能歴が16年目になるんですけど、お客さんの中には、結婚したりだとかっていう人もいたり、子供が生まれたりだとかっていう人もいたりだとかして、そういう人もワンマンの時とか来てくれたりとかして、その自分と一緒にお客さんも年を重ねて成長していけたなっていうのがあって、なんかそういうその環境で自分が一番全力でやれたのもやっぱファンの皆さんのおかげだなと思います。なんかこの5年っていう期間がすごい濃いし、やっぱブザーのメンバー多分ほぼ全員がブザー以上に仲いい友達はいないってぐらい仲のいいメンバーなので、なんか本当に解散っていうのはすごく悲しいことなんですけど、でもいつか形があるものはグループとかもいつかは解散するっていうのが、どこかでは覚悟してたんですけど、いざ目前になってくるとやっぱり悲しい気持ちは強いですね。もう家族に近い存在、やっぱり嫌だっていう気持ちが先行してきてしまったなっていう感じでは、なんかもっとやれることはあったんだろうなっていう、自分らはないだろうってずっと思ってた、長いより短い時間だったなと、言葉にできないほど幸せな時間をくれました。今後どうしていくか、本当にそれはブザー変わりなく今以上に力を入れて前に進んでいきたいと、それは本当に心から思っていることで、今応援してくれてるファンのみんな、一時だけどブザーのことを好きになって応援してくれてたけど今はやめちゃった、そんなファンも全員ブザーと一緒に駆け抜けてほしい。ブザーっていう物語のそのラストまで一緒に受け止めてほしい。ただそれだけです。ブザーに関わってくれた全員とラストまでこのグループを応援してて本当に良かった、誇れる、自分を誇れる、そんなグループでありたいと思ってます。やっぱり解散の報告とかをしたりすると進む力が弱くなるって思われることが多いと思うんですけど、今まで以上に全力で挑むし、あれブザーって解散するんじゃないのってみんな驚くぐらい、こっからも突き進んでいきたいって思ってるし、なんか一つ一つが最後の一回っていう風になんか悲しい気持ちになるっていうか、一個一個が、自分らもみんなもすごい濃い楽しい大切な思い出になるように思いっきり
活動していきたいって思ってます。ちゃんともうブザー7人として最後まで走り続けて、ファンの皆さんと一緒に新しいこととかそういうことをもう残りの期間最後までしっかりとみんなとこう駆け抜けていきたいなと思ってます。写真フォルダーにある写真を最初から見直したんですけど、今まで自分の中の人生の中で深い記憶に一つ一つがなってて、写真を見るとその一枚一枚が奇跡だなって歌はすごい言葉にできないほど幸せな時間をくれました。これからのブザーはもっと気を引き締めてライブを一本一本大切にするっていうのをより大事にして一つになって力を合わせたこのブザーチームは多分最強だと思うので、とにかくその7月31日まで全力で駆け抜けて、その当日もう誰から見てもなんかこうこのライブを超えるものはないっていう言わせられるぐらい最高なものを作りたいなと思ってます。今後なんですけど、まず7月末にトヨスピットでの、5周年アニバーサリーワンマンかつブザーのファイナルであるワンマンライブが行われるので、2022年はもうそれに向かってそれをいいライブにするために突き進んでいくだけなので、一番最後は決まってるんですけど、やっぱりよりいいものを作りたいし、僕は音楽がもう好きだからこそ中途半端なものは見せたくないので、それまで本当に全力で作品作ってみんなに感動を届けたいと思っているので、それまで、ライブに来て後悔はさせないので全力でやらせてください。7月31日、区切りになりますが、本当に最高の、締めにしますんで皆さんぜひ来てください。お願いします。やりたくてやれなかったこともまだいっぱいあるので、あとお客さんとこういう風なものを一緒に作り上げていきたいっていうものも多分いっぱいあるので、なんかそれは本当に残りの時間、残りの時間って言いたくないんですけど、その最後の最後までこうみんなと達成できたらいいなと思ってるので、まあ本当にその、まあ終わりはあるかもしれないけど、最後の最後まで僕は笑っていたいなっていう気持ちがあるので、本当に暗い気持ちにならず最後の最後まで一緒に挑戦させていただけたらいいなって思ってます。やっぱり今もあんまりまだ実感が湧いてないし、でまあそのブザーじゃなかったらやっぱり芸能活動はしてなかったなっていうのがあって、俺はそのブザーのこのその先はもう芸能界を引退しようっていう気持ちです。ブザー以上に自分がいたいとかやりたいって思えるグループとか活動はないのかなと思っていて、なので、16年間ですけど
その芸能活動を終わらせようかなっていう気持ちです。なんかあんまり自分の思いとかを伝えるのがうまくなくて、ただだからどう伝わってるかわかんないですけど、やっぱりそのブザーの一メンバーとしてももちろんそうなんですけど、ブザーの社長としてそのブザーっていうグループをこう最後まで存続させれなかったことがやっぱりすごい心残りというか、なんかもっとやれることはあったんだろうなっていう気持ちなんですけど、でも7月31日の解散までなんか思い残すことがないように、新しい一面とかブザー、こんなブザーも見れるんだっていうなんか楽しいコンテンツとして皆さんの心になんか一日一日一つ一つなんか頑張る糧になれるようなグループで居続けたいなと思います。まだまだブザーでやれてないことをやりたいなと思うし、ファンの皆さんもこういうのをやってほしいっていうのがあればなるべく実現できるように最後まで頑張るので、応援してもらえたら嬉しいです。なんか本当にこのメンバーで入れたからこそ続けられたし、本当に幸せな時間をたくさん5年間も一緒に入れて、もちろんこれからも友達としても仲良くしていくし、まだ7月31まであるので、笑ってお客さんもしんみりせずに最後まで一緒に駆け抜けられたらなと思います。悲しい報告にはなってしまいましたが、最後の瞬間まで挑戦することを諦めず、たくさんのことに挑戦していきます。そして7月31日のトヨスピットまで悔いを残さないよう全力で駆け抜けていきます。ブザーを応援してくれたことは絶対後悔させません。なのでこれからも僕たちブザーと一緒に歩んでいってください。よろしくお願いします。それでは以上、僕たちがブザーでした。